VTuber っていいよね。なんかね、まつりがそもそもね、これ過去の話なんだけど、まつりが VTuber としてデビューした理由っていうか、なりたいって思った理由が、VTuber が好きだからなんだよね、そもそもね。そこないよね。そう、行動力のあるオタクだったから、VTuber っておもろいな、祭りも盛り上げたいなと思って、自分で応募したの。もちろんもちろんもちろん応募しました。うん、本当にね、 VTuber 大好きなんだよ。大好き大好き。うん、それルナちゃんめっちゃ推してた、めっちゃ推してた。学校とかでもさ、ずっとね、祭りは表に出てしまうオタクなので、うん、そう、ずっとね真似してたりしたよ。うん、ルナちゃん大好き。まあ、そう、まだ動画がメインで、その生放送っていうのがあんま浸透してない時とか、だからちょうどあれ、まあ、キズのアイちゃんデビューから見てたんで、基本動画ばっかりだったんですよ。で、二次三次さんがバーンってなって、生放送主体になって、でも、そうね、そうそう、そうだわ。うん、VTuber が好きだから自分がなろうとは思わない。まあ、人それぞれだよね。だって、さ、アニメが好きだから、アニメーターになろうっていう人もいれば、そうはならない人だっているから、それと同じなんやろな。うん、そうそう、めっちゃだから祭りはね、すぐなりたくなっちゃうこれ好き、やりたいみたいな感じはあるわ。うん、行動力、アイドル見てアイドルになりたいか、なりたいって思うかどうかみたいなとかはあるよね。うん、ニコニコのさ、今さ VTuber っていうランキングカテゴリーあるじゃん。なかったもんね、昔なんて。できたんだ、すごい、 VTuber めっちゃ浸透したやんって思ったもん。だからすごいよ、すごいなって思う。なかったよ全然。できた時感動したもん。うん、そうそう、